めとする科学者も変わって電磁波で化学繊維を溶かして接着する欧州ファミシマグネトロンを利用して食品を温めるレンジなどが開発され戦後日本の復興を支えていった。軍事と平和利用の間で揺れた実験所、科学と軍事との在り方を考える上で保存するべきだという声も上がりましたが、今年1月、河川の工事を進めるために取り壊されました。当時、実験所で研究に打ち込んだ友永慎一郎氏。科学者を志す若者への目